こんにちは、たくみです。今回は神馬の氷の町に挑戦です。ここも出現する敵が変わっています。とはいえ序盤は特に難しくもなってはいません。魔法を有効活用していきましょう。雲は色が違うだけで強くなってる印象はありません。中型の敵にレベル1メデューサは効きません。ここも出現する敵は変わっていますが、特に難しくはなっていません。ここからは大きく変わってきます。樽爆弾で自爆しないように注意しましょう。巨大な根っこと樽爆弾が厄介なエリアです。あまり相手にせずに逃げていくのが楽でしょうか。ただ最低限は倒さないと囲まれてしまいます。偶然黒い宝箱を破壊したので地獄部屋に行ってみます。ここは雲の時間耐久です。ファイヤーウォールは意味がありませんでした。比較的安全な地帯がありましたので攻略自体は簡単そうです。新マステージの初回はオービーが出ます。火炎の町の風とトンボがここで来ます。メデューサで石にしておけば少しの間新しいのが出なくなります。この風地帯終了のタイミングずらしには注意です。ここからがこのステージの本番です。大男ゾーンに豚さんも出てきます。クロスボウ等を活用して安全に進みましょう。このタイプは飛び降りても来るので注意が必要です。こうなると探検が有効になります。武器切り替えもうまく活用していきましょう。このステージの山場が来ました。
チェックポイント間が長めの区間に大男と豚さんが大量に出てきます。はしご付近では上攻撃ができないのが困りもの。この段で岩の大男も出てきます。上の方には岩ガメも。岩ガメが邪魔ですね。やっと動いてくれました。最悪の挟まれ方をしてしまいました。どでかいのが出てきました。硬いので分身で一気に倒します。ここは飛んでくる敵が少し違うだけです。落ち着いていきましょう。新マステージでは OB ネットも必須ですね。ここは少し難しくなっています。ギリギリ倒せました。ドラゴン戦開始です。ドッペルゲンガーレベル2ならもう少し楽になったと思います。ドラゴン戦はこのフェーズが長いのが困りもの。やられた時の繰り返しに時間がかかります。注意するのはここの切り返しぐらいでしょうか。一周目と特に変わっていないと思います。
ここからが本番です。一見不規則な動きをしますが、動きのパターンを覚えるのが大事になります。画面外に出た後は避けやすい場所に移動です。短くなってきましたね。スピードは速くなるので注意が必要です。魔法発動はタイプにも使えます。今のはしゃがんでいれば避けられそうでしたが、ここからが難しくなります。短期決戦を目指しましょう。突入直後の連打でほぼ終わっていたようです。ご視聴ありがとうございました。